イエーイ、しらすたまサブチャンネルでーす。あっち向いてほいってわけで、おはようございます。しらすたまサブチャンネルです。イエーイ。昨日の、歌チャンネルの方のリアクション動画見てくださいましたでしょうか。BE:FIRST というグループの Shining One というミュージックビデオにリアクションさせていただいたんですけれども、このね、BE:FIRST ってグループは The First っていうね、オーディション番組からできた、グループなわけですよ。7人組のダンス&ボーカルボーイズグループだっけね。ザ・ファースト、皆さん見てましたか？今日はザ・ファーストについて語りますというような動画になっております。で、まあそのオーディション番組なんですよっていうのは一つと、主催がね、BMSG っていう会社なんですけど、日高さん、トリプル A の日高さん、スカイハイさんが、こう主催してるオーディション番組なんですね。で、なんでこの端っこにいるんだろうね。リアクション動画の名残だわ。そう、なんですけど、どうでしたか皆さん、ザ・ファースト見てましたか？見てる人が多いかな、これをクリックしてくれたってことは。あのさ、誰推しみんな、誰推しか教えて、みんなコメント欄で。おしらさんをさ、3人発表していい？15人で合宿メンバー限定にさせて。で、3人推しがいて、1人はシュンと、2人目は竜兵、3人目はね、テンテン。いやー、この3人が本当大好きで大好きで、ずっと応援してたの。Hulu で後から見たんですけど、おしらさんは、7月ぐらいかな、7月の4連休ぐらいからこう追いかけ始めて、オーディション自体はね、4月ぐらいからやってるはずなんだよ。なんだけど、その Hulu でバーって追いかけて、あっという間に追いついたんですけど、どうですか？もうこれでデビューもさ、決まってさ、8月13日に、16日にさ、もうこのプレデビュー曲も出てさ、オーディションのこと振り返って皆さんどうですか？ The First 見てる人ってさ、プロデュース101とか見てるのかな？おしらさんはさ、コクプだからさ、全然プロデュース101とかもさ、全部制覇してるんですけど、日本のやつね。なんかさ、正直なことを言うね。これサブちゃんだから正直なことを言うチャンネルなんですけど、最初はね、正直、ちょっとぬるいかなと思っちゃった。ザ・ファーストのこと。オーディションね。オーディションちょっとぬるいかなと思ってて、めっちゃ初期だよ。最初の1話、2話ぐらいね。なんか、なんか日高さん優しくない？と思って。大体さ、こういう番組ってさ、なんかすごいさ、いいこと言うかさ、ちょっとなんか、なんだろう。JY パークさんとかさ、ちょっとすごいこう自分の、なんかいいこと言うじゃん。いい感じのこと言うじゃん。でさ、プロデュースワンワンとかさ、結構厳しいじゃん、先生たちも。なんだけど、日高さんすごい優しくて、オーディション受けてくる、来てるボーイズたちに対して、なんか、大丈夫みたいな、みんな勘違いしちゃわないかなとかって思ってたの。クソババアだよね、ごめんね、本当に。最初はね、ちょっとぬるいなと思って、たんだけど、でもね、やっぱこう、回を重ねていくことにね、なんか、日高さんという指導者、まあ、アーティストとしてはもちろん知ってたんですけど、ずっと知ってるんですけど、指導者日高さんっていう人、ちょっとすごいなと思って、なんか、さ、10代の男の子たちなんですけど、受けてくれる子たちは、でもさ、日高さんはさ、ずっと敬語を使うわけよ。あなたたちは、なんとかですよね、とかって、なんとかですとか、ちゃんと丁寧な言葉を最後まで最後まで使って、どんなに仲良くなっても、どんなに年下でも、さ、だってトリプル A で、日高さん、トリプル A って知ってる？ドームでライブしてるアーティストがさ、10代のさ、ちょっとまだペーペーという言い方でいいですか？の子たちに対してさ、ずっと丁寧な言葉を使うんだよ。すごくない？で、それも、なんでかわかんなかったんだけど、でもね、なんかだんだんとさ、日高さんの本気度合い、そして、やっぱりこう、指導者として、さ、一人のこう、才能と向き合うっていう、なんかさ、もちろんさ、こう厳しくしていけばさ、こう花開く才能もあるかもしれないけどさ、厳しくすることでさ、しぼんじゃう才能ってのもやっぱりあるなと思って、いろんな番組見ててね。でさ、やっぱその、日高さんの言葉を受けた子たちがさ、どんどん輝いていくわけですよ。多分さ、日高さんはさ、思ってると思うんだよね。ダンスできてないなとかさ、ちょっと舐め腐ってんなとかさ、多分思ってる部分あると思うんだけど、でもね、そういうことを伝えていくんじゃなくて、あなたのここが素敵です。ここをよりこう輝かせるためにこうしましょう。ここを輝かせ、あなたはこうしていけば伸びていくと思いますみたいなさ、伸びていく方法でちゃんと教えてくれるの、日高さんは。そしてどこが素敵かっていうのをちゃんと教えてくれるのね。だからさ、最初見た時はさ、オーディション番組ファンとしてさ、ちょっと物足りないなって思っちゃった瞬間もあったんだけど、最初の方はね。でもだんだんとさ、この日高さんのこの丁寧で真摯な姿、ちゃんと言語化する。素敵なところを言語化する。そしてどうしたらもっと素敵になれるのか言語化して、丁寧に、真摯に、根気強く伝えるってね、その姿をさ、やっぱりこう何話も何話も見ていくうちにさ、そして変わっていく男の子たちを見ていくうちにさ、なんか日高さんすげえなって。
たり前か、当たり前か。っていうさ、まあそういうね、オーディション自体に関する、さ、おしらさんの感想はそう、最初は甘いなとかって思っちゃってたんだけど、なんかそのやっぱ日高さん、指導者としてのなんかこの、真摯さというか徹底してる姿に、だんだんとこう心惹かれていきましたっていうのが一つ。そしてちょっとここから推しの話をしてもいいですか？推しの話をしてもいい？このさっきさ、3人の推しの話したじゃんでさ、まあさ、皆さん知ってると思うんですけど、竜兵と、シュントに関してはデビューメンバーに入ったんだけど、テンテンはね、落ちちゃったので、テンさんはさ、こうメンバーから外れてしまったんですけど、なんかそこでちょっと一個エピソードがあって、ちょっと聞いてほしいんだけど、おしらさんさ、普通にさ、ミーハーなオカマだからさ、調べるわけよ。推しとかができたらさ、すぐさ、ウィキペディアないかなとかさ、SNS のアカウントあるかなとか、フォローしに行かなきゃとかってさ、すぐ調べるのね。調べるでしょ、みんなだって一緒なんですよ。で、調べてったらさ、まあ、シュントとさ、竜兵はなくて、アクティブなアカウントがなくてさ、で、やっぱさ、オーディション参加中だしさ、もちろんさ、そんなやってないか、SNS なんてと思ったら、そう、テンテンのアカウントあったわけよ。テンテンのアカウントあってさ、7月のさ、その4連休の時にさ、こう調べてたんですけど、たらさ、そのさ、てんてんのさ、ツイッターフォローするじゃん。フォローしたらさ、一番上のさ、トップのさ、固定ツイートのところにさ、長文のさ、なんかあってさ、なんだろうこれと思ってポチッとしたらさ、なんか応援してくれた人本当にありがとうございました、みたいな。私はメンバー、なんかね、メンバーから漏れてしまいましたが、みたいな。ブワーって長文が、待って、てんてん落ちんのみたいな。シラさんさ、後追いだったからさ、フールで、まださ、てんさんがさ、落ちるシーンまで行ってなかったわけよ。合宿でさ、こう、落ちる島に行ってなくて、だからもう本当にさ、もうなんか全然デビューすると思ってたし、ダンス最高だしさ、キャラ的にもさ、デビューするのかなと思ったらさ、待って、出て、落ちるのって言ってさ、膝から崩れ落ちたっていうエピソードがございました。悲しかった。悲しかった。でもね、その長文の一番最後に、なんか、まあ、音楽続けていくんで、みたいな、かつこういう活動続けていくんで、みたいな一文が書いてあって、もうほっとした。ほっとしたよ。だからなんか、テンさんが、これからもなんかそうやって、画面の向こうで活躍してる姿を応援できる機会があると、推しのことを応援できるってのは本当にね、素敵なことなんですよ。皆さん、推しがいたら、推しには金を使う。まず金を使う。ちゃんとシェアする。コメントする。いいねする。もうね、全部でやれる限りのことした方がいいよ。推しは推せるうちに推しとけってね、本当に言ってましたよ。偉い人が。と、というわけで、まあ、そんな感じで、おしらさんの推しエピソードがありました。そうね。悲しかったな。でさ、もうさ、落ちるの知ってるんだけどさ、落ちるの知ってるままさ、こう見ていくわけよ。ザ・ファースト、ザ・フールでさ、見てさ、もうてんてん落ちた時に、ブル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 ってさ、もうボロ泣きしながら、ずっとさ、4連休過ごしてたんですけど、本当は編集しなきゃいけなかったりとかあったんですけど、全然できなくて。ザ・ファースト見すぎて。ザ・ファースト見すぎてさ、日高さんかっこいいしさ、素敵だしさ、そうなんですよっていう風にね。なんか、うん、そうね。してました。でさ、おしらさん実は今、アベマの京好きっていう番組知ってますか？アベマの京好きっていう番組の、ボイストレーナーをしてて、で、そこでさ、こう、僕のことっていう、ミシスの曲があるんですけど、その曲を、のミュージックビデオを撮りますみたいな。で、そのためにこうさ、オーディションで応募してきてくれた人、あ、ちょ、待って、じゃあ説明が下手なんだね。まあ、オーディション番組に関わってるのね、今。オーディション番組に関わってて。で、これはデビューするとかじゃないんだけど、ゴールがその、僕のことのミュージックビデオを撮るっていう、そこに誰が出るかっていうオーディション番組に関わってます。で、そこでさ、ボーカルだけじゃなくて、ダンスの部門と演技の部門と歌の部門があって、そのね、ボーカルの部門に関わってるんですよ。で、ボーカルの部門に関わっていて、で、やっぱりさ、こう、ザ・ファーストと同じような年代の方たちが、こう、受けに来てくれてて、で、私が指導して、っていうようなことをしてるんです。だから、おしらさんもさ、もちろんボイストレーナーだから、もともと指導者ではあるんですけど、なんて言うんだろうな、やっぱりこう、若者の未来に関わる指導ってさ、すごく難しいし、繊細だし、なんかさ、若者っていうかさ、10代だろうが20代だろうがさ、やっぱさ、見えてるじゃん。だからなんか、なんて言うんだろうな、ちょっと何が言いたいか分かんなくなってきちゃったんですけど、だからすごく、こう、参考に、した。日高さんの、その姿は、指導者としての姿をすごく参考にさせてもらって、なるべくその人たちのいいところをこう伝えていく。そしてどうやったらもっとそれが良くなっていくのか、いいところが際立つのか、そのためには苦手なところをこうどうやったら消していけるのかっていうのを、まあ、真剣にこう伝える。真剣に丁寧に伝える。ただ、厳しくさ、もらわーぞ、なんか本気出せやみたいな感じではなくて、まあそういう指導の方法がきっとおしらさんには
合ってるんじゃないかなと思って、日高さんのこの指導のスタイルってのすごくね、こう真似させていただきました。そうなんだよ。なんかさ、J.Y. パークさんみたいなさ、こう、教え方はできないし、吉田さんには。あの、プロデュース101のさ、先生たちみたいにさ、こう、まあ、菅井さんとかね、厳しい教え方とかってもさ、吉田さんにはできないし、やっぱりなんかこう、自分がこれから指導者としてのこう、お仕事をもらった時に、そうやって若者の未来に関わるってなった時に、やっぱりこう、日高さんの教え方っていうのが、やっぱりね、吉田さんに一番こう、なんかしっくりくるというか、うん、まあ、日高さんとおしらを一緒にすんじゃねえっていうご意見もごもっともです。ごめんなさいって感じなんだけど、でもそういうふうになんかすごい参考にさせてもらって、今、頑張って指導者やってますって感じですっていうところまで話がつながります。なんで、そちらもよかったら見てください。アベマで見れるんで、今日好きね。今日好き見てください。はい、というわけで、ありがとうございました。ザ・ファースト、お疲れ様でした。そして、ビーファースト、デビューおめでとう。デビュー曲も楽しみに待ってるよ。ずっと応援してるね。ありがとうございました。おしらでした。イエイ！